はい、こんにちは。今日は競泳ヘッドコーチの平井典正さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平井さんはもう本当に水泳のこうトップコーチという我々はイメージがあるんですが、まず水泳をどのようにしてこうやり始めたか、こう出会いがあったかということをお聞きしたいんですけれども。そうですね、幼稚園からですね、小学校に上がるときに、多分小学校の保健の先生かなんかだと思うんですけど、肥満児になりそうだから何か運動を始めなさいっていうふうに言われてですね、スイミングクラブに入ろうということになったんですけど、当時は都内にもそれほどですねスイミングクラブの数がありませんで、ちょうど自宅から、飛ばすでですね、終点、始発から終点まで行けるっていうので、小学校の低学年でも通えるっていうので、勤務しておりました東京スイミングセンターっていうところに、通うことになりました。週何回ぐらい？ですね、もう最初は週に2回とか3回ぐらいだったと思います。もうこう始めた機会の友達がいたとかそういうことではないんですね。ではないですね。まあ半ば強制的にということですかね。で、1年生から始めましたので。早いですよね。当時としたら早い方ですね。そうですね、2、3年生から始めるぐらいで、今水泳小学校でやってる子って大体3割強ぐらい全国でいるんです、ね、ですから、水泳に出会うことはものすごく多いと思うんですけど、その中でも少し早い方。そうですね、動機が太るから肥満児になるからっていうことだったんですけど、小学校1年生なので、母親が引率してくれてたんですけど、そんなに回数はいけなかったと思います、水泳にこう没頭するきっかけというか、もしくは没頭してなかったのかわからないですけど、やめようと思ったり、一生懸命やろうと思ったり、それは小学校時代こう幼少期はあったんですか？ありました。中学受験をですね、するというふうに、はっきりこうな考えは、もちろん自分自身にはなかったんですけど、4年生ぐらいからですね、塾に通い始めまして、それで途中で1回スイミングクラブは辞めてしまったんですけど、また中学から水泳を始めたっていう、小学校の時は夏だけ泳いだりとかはありましたけど、それほど高学年の時にはきちんと練習はしてなかったんですね。他のスポーツはもう水泳だけですか？それとも友達とよく野球やってたとか、クラブではないけれどやってたみたいな。野球とかやってましたよ。荒川の河川敷で野球やったりとかしてましたけどそれほど運動神経がいい方ではなかったと思いますので、それほど活発にはやれてなかったと思います。当時の夢はこう王さんになるとかそういうのもなかったんですかね？特別スポーツ選手になりたいとかいうのも。それがですね、小学校の卒業アルバムに、北島康介はですねオリンピック選手になりたいとか書いてあってかっこいいんですけど、僕山手線の運転手になりたいっていうだそれは実はね、スイミングクラブに最初バスで通ってたんですけど、千代田線って地下鉄あるんですけどね、西日暮里駅っていうのができて、それで電車で電車が好きだったから電車で山手線で通うようになって、一番前にいつも乗ってたんで、その電車の運転手になりたいなっていう夢が小さかったんですけど。男の子は小さい頃はそうですよね、その夢がこう変わり始めたというか、中学校に入ってもう一回この部活に入るわけですね。そうですね、将来何になりたいかとかそういうのはあんまり考えてなかったんですけど、本当に一流アスリートではなかったので、全国大会にこう行けなかったりとかですね、どちらかというとあまりこう進学校の中ではとか東京都の中では早い方だったんですけど、あまりいい思いができてなくて、ただ大学に入って体育会で思いっきりこうトレーニングしたいなっていうのは、思って、それで大学で、
体育館に入ったんです、はい、ごめんなさいね、部活動とそのスイミングクラブと両方やられて、ですね、その中学の時は部活だけです、うん、それで進学校なのでみんな辞めるのが早いので、高2からまたスイミングクラブに通い出して、うん、はい、でその時に実はアルバイトもちょっとやったんですよ、うん、でなんかそれが水泳の、水泳の、はい、でその辺が多分その指導者になるきっかけだったんじゃないのかなと自分では思うんですけど、うん、ジュニアかなんかの子供たちを教えるとかそういう感じで関わったってことですか。ね、高校2年の時は、うん、まあ、泳いでただけだったんですけど、うん、高3で、まあ、年が明けてちょうど今頃ですよね、うん、授業があまりなくなって、うん、練習をする前に少し小さい子とかの指導をしてたんですけど、うん、なんかなんていう、自閉症の子たちのクラスを任されたことがあったんですよ、うん、はい、それでその普通の子どもたちを教えるのすごく楽しかったんですけど、うん、その自閉症のお子さんを3人預かってちょっと横を見てる間にどっかいなくなっちゃったりして、それでなんかすごい自分がですね、なんか悩んじゃったことあるんですね。あの子たちなんでこうなのかなみたいな、どうしたらいいのかなって悩んだことがあって、なんかそれがなんか僕はそのきっかけのような、そもそものきっかけがなんか指導者になったのはそういうのなのかなっていうのがありました。全然ちょっと選手君の話からとちょっとずれちゃうんですけど、もうそれはその時限りですか。もう高校の3年生の時限りで、もう大学入るともうすぐ。そうですね、競技者として。そうです、そうです、はい、うん、そのままもう大学に入って、中学校とか高校は全国大会出れ、出れなかったですね。わずか、そうです、わずかだ、わずかちょっとでダメで、はい、いやだけどその進学校であんまりそう練習できないわけですよ、はい、プールも屋外のプールの25しかなくて、うん、はい、だからそう練習ちゃんとやりたいなっていうのが、なんかそれで自分であってですね、まあ、その時にウェイトトレーニングの本読んだりとか、こういうのやったらいいんじゃないのかななんていうのは考えながらやってたんですけど、はい、大学ではもう入れる部活だったんですか。そのレベルが高い大学というか水泳でもみんなオールカマーズというか入れる、ね、ちょっとそれは私もちょっと気になったんですけれども、うん、そうですね、まあ、知り合いの、先輩がいて、その方にちょっとお願いしたんですけど、はい、まあ、当然 入ったらレベルは低い方ですよね、はい、まあ、ですけどちょうどその、まあ、早稲田の水泳部が一番弱かった頃で、はい、まあ、僕なんかでも、まあ、そんな戦力にはならなかったですけど、まあ、練習に遅れるってことは なくできてたんですけど、先方からしたら入れたかったかどうかというと、あんまり入れたくなかったんじゃないのかなと思いますけど、はい、これチーム作りですごくあると思うんですけど、やっぱり大学でこう私立で今もされてますけど、こうやっぱりその外から、教員としてずっとやってきたこと、まあ、自分だけでやってきた子っていうのは多分いると思うんですけど、うん、まあ、どちらかというと自分でやられてきた方ですよね。そうですね、パッとこう入った時にこうずっと水泳でこうトップでやってきた子を見て、こうどういう感じを受けました、ね、まあ、その競技面でも他の面でもです。そうですね、選手からその選手を見てるわけなので、うん、まあ、そんな違いとか分からないんですよね、まあ、早いなぐらいの感じで、まあ素質あるんだろうし、早いなって、やっぱり練習ちゃんとしてきてないからダメだなっていうのあったんですけど、やっぱり練習していくと、まあ、ある程度追いついていったこともあったんですね、うん、はい、ですからその自分はまあ選手で、それ、まあ多分自分も泳いでるから相手のこととかこう客観的に見てないんだと思うんですよ。ですからそれほどなんか大きな差があるなっていうのは、まあマネージャーになってからとかコーチになってからほどは思わなかったですね。一番そのマネージャーとかそのコーチになってから自分がここが違うなっていうのは、うん、まあ平井さんという、平井選手という選手がいたらどういうところでしたか。ちょっとこれ言いにくいところだと思うんですけど。いやいや、そんなことないですよ、はい、僕はそんなに練習とか諦めたりとかしてなかったと思うので、そのなんていうんですかね、まあ、あまり早くなかったですけど、その不真面目な態度を取ってたりとかそういうのはなかったので、そのこうなんていうんですかね、
メンタル面での違いっていうのは、努力するっていうことですよ、はい、そういうことに関してはあまり感じなかったんですけど、うん、その持っている素質っていうんですかね、うん、はい、なんかこれはなんかいくら努力しても届かないようなね、ものってあるんだなっていうのは、分からないわけですよ、選手で。頑張っていけば、まあ、オリンピック選手はなれないかもしれないけど、もっと早くなれんじゃないのかなと思ってたのが、やっぱそのオリンピックに行くよう狙ってるような選手と自分のことをよく考えると、なんかこう種類が違うって言いますかね、僕がこんないくら努力してもこれはとてもじゃないけど違う才能っていうのがあるんだなっていうのはすごく思いました。選手やってあれだわ、なかなか分からないですね、頑張ればどうにかなるかなというのは。でも指導者としてはすごくこうみんなをこう伸ばしてあげたいんですけども、まあだからその才能が、僕なんかこう多分 2.5 流とかそんな3流とかなわけですよ。だからその1流がどれぐらいなのか分からないで多分泳いでると思うんですよね。でそれが例えば1流と 1.5 流ぐらいだと、なんかこう認めたくないとかね、そういうのがあるのかもしれないですけど、はいはい、僕にはその認めたくないとか思うようなジェラシーを感じるようなものもなかったっていうような感じはあります。だからマネージャーになってこうびっくりしちゃって、